おはようございます。釣り子 TV です、春先の釣りに向けてですね、こんなものを買ってきてみましたよ、タングステンのですねドロップシンカーエンジンのものと、あとねこれね、店頭に並んでいたんでリグスベルの新しいやつですね。こんな感じでね、リグスベルのですねフリーカシメタイプっていうことで、こういうオレンジ色のパッケージがね、目印なんですけども、これがね非常に使いやすいんじゃないかなっていうことで、これをですねこの普段から使っているですね、ドロップシンカーにつけて、それでまあ春先のですね、ライトキャロライナのよりツルツルとねスーッと重り部分が動く、もしくは、フリーリグのねそのまま使ったりもできると思いますけども、そんなね小物を、この冬の寒い時期に準備しておこうと思いますよ。シンカーの重さ 1.8g と、これ重いですね 7g のものと、あとね 3.5g のもの、だいたいね、ここら辺の 1.8g、3.5g っていうのはスピニングでよく使うような重さで、そんでもってね、この 7g っていうのがまあちょっとベイトフィニスみたいな感じとか、あとはまあ通常の、ベイトタックルなんかでもね使う、フリーリグなんかにも使えるんじゃないかなっていうことで、はい、じゃあね早速準備していきたいと思います。まずねこのリグスベルがどんな感じかっていうのね開けていきますけども、はい、出てきました。こんな感じでね非常に細かいパーツなんですけども、まあねこんだけシンプルな形状なんで、引っかかりとかも少なそうだなっていうね、シンプルな、部材が作れそうだなっていうことで、まずねこんな感じのフリーカシメタイプ、このねところをかけてクイッとやるだけでね、完成っていう感じなんで、小さめのものを締め込みやすいプライヤーとかがあればね、すぐ使えるんじゃないかなっていうところと、じゃあね、こっちのドロップシンカーも開けていきたいと思いますけども、これまたね、すごいねシンプルな形状でね、使いやすいんですよね。そのまんまなんだろう、使ってもいいと思うんですけどね、フリーリグで、まあねこのリグスベルを使うことによってよりなんだろうなスーッとね動くようになるよっていうところと、まああとはね繊細なラインね、こういう軽めのシンカーだとその3ポンドとか4ポンドとかね、細い糸を使うので、まあそこにね、まあこのなんだろう愛で傷がつくっていうことではないんですけど、よりね、まあ繊細な糸を使うにあたって、こう滑りの良いね、藍の部分を使うことによって、よりね、傷とかがつきづらくなるんじゃないかなっていうね、そんな効果も期待してね、組んでいこうかなと思います。で、リグスベルが今回フリーカシメタイプが6個あるんで、2個ずつ準備してきますかね。うん、1.8g のものが2個と、3.5g のものが2個と、あと 7g のものが2個とっていう感じでね、はい、こんな感じで準備して、じゃあ早速ねもう地味なんですけど作業開始していきたいと思います。今回ねこんなねちっちゃいのキュッてねかしめやすいこういうプライヤーを使っていきたいと思います。じゃあね早速作業開始、ここにこう入れてでかしめると、キュッ、はい、これで完成ね、こんな感じでまずは作っていきます。かしめる、キュッ、かしめる、もう一つの方のリグスベルも出していきたいと思います。結構ねリグスベルね本当用途に合わせていろいろな接続方法のバージョンが出ているからね、海用みたいなデカめのシンカーとか使うやつから、こういうちょっと繊細なリグ用のやつまでね、お好みのやつで準備していけばいいと思うんじゃないかななんて思いますが、じゃあどんどん、かしめていきます。かしめる、この 7g のやつとかね、ちょっと大きめのやつね、これもスタンバイしていきます。キュッ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 、はい、
このね、くっつけるときにね、吹っ飛ばさないように注意ですね。結構繊細な。はい、縦に持って、キュッと。はーい、準備できましたね。7グラムのもの、3.5 グラムのもの、1.8 グラムのもの、ね、これでまあ使うことはできるんですけど、さらにねちょっと一手間っていうことで、はい、じゃじゃーん、熱収縮チューブですね。まあこういういろいろなものが売ってるんですけどもね、こういうの釣り具屋さんで探すと売ってるんで、ネコリグとか脇用っていうことでね売ってますね。熱収縮チューブこれをつけてですね、プランプラン稼働するところをちょっと制御して、よりねトラブル少なく使えるようにということで、まあ、こんなチューブですよね。でこれをですねこういう感じではめて、でキュッとね熱収縮させて、ここはあんまりプラ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 ね不意に稼働しないようにやっていきたいと思います。はい、完成しました。まあこういう感じでね、余分な何だろう糸が食い込んだりとか引っかかる要素を完全に排除してね、でツルツルって動くようにしてっていうね、こういう感じなんですけども、どうでしょうか。まあフリーカシメタイプだから、まあこのかしめるところにね、ライトラインが食ってしまったりとかって嫌だなっていうね、そういう感じで、こういう熱収縮チューブを使って、まあ、つるんとしたね余分な引っかかりのない、ただこのリグ滑る独特のねつるんってね、滑り込むところは、しっかりと、でタングステンの重りでこういう感じで、スタンバイしてみましたけども、まあ、ここら辺を使って、まあ、主に使うのはですね、3月に入ってからのこのディープからシャローにこうブラックバスが上がってくるであろうところで待ち伏せして、でライトキャロライナリグとかね、普段あのスプリットショットとかで狙ってるような要素のブラックバスですね、まあその通り道にこのリグ滑るのふわっとね食いついたらスルッとねメインラインが動くっていうね、ここら辺の要素、これを生かしてですね春先のブラックバスを狙っていこうかななんていう風に考えております。こうなんだろう、春先の繊細なトゥンっていうバイトがね、ここがツルって動くことによって違和感なく、ライトなワームとかをバスの口の中にスポッとね入れることができるんじゃないかななんていう感じでね、このリグスベルの、タングステン進化ね、熱収縮チューブでやったバージョン、フリーカシメタイプ、はい完成しました。まあね、詳しくは今年の2021年のまあ3月ぐらいからね、使い出すと思いますので、またね、実況動画の方でこんな感じで使ってるよなんていうのをご紹介できればなと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、こちらですね、富士工業のですねリグスベル、これをね、エンジンのタングステンシンカーにくっつけて春先のブラックバス用の小物を作ってって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。